い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久しぶりのこの動画です。ちょっと前髪とかも普通に見えていい色なんだけど、今までね、染めたことのない髪色に染めてきたので、ちょっと記念にね、あの動画を回しとこうかなと思って今日は紹介したいと思います。今はですね、なんかすごい顔なしみたいになっちゃった、こんな感じなんですけれども、もうね、インスタでね、なんかアンケート取ったのよ。インナーを私入れたくてね、そのインナーが入れたいのがブルーとパープルだったのね。で、どっちがいいかなってアンケートを取って、で、割と半々ぐらいに分かれてて、インスタライブした時にもアンケートではパープルの方が多かったんだけど、あのインスタライブやった時のコメントはね、パープルよりブルーの方がいいですってコメントがね、たくさんあったり、あとね、ピンクがいいです、赤がいいです、緑がいいです、オレンジがいいですってたくさんね、あのリクエストをいただいたのよ。で、もう本当にすっごい悩んだんですよ。どうしようかな、どうしようかなってね。でも赤、ピンク、オレンジとか暖色系は冬にしたいので、赤とかそういう暖色系はちょっと着たくって、まだなんだろう、なんていうんだろう、夏を感じたいのですよ、まだ私は夏を感じたくって、その爽やか系のやつにしたかったんで、あのいろいろ悩んだ結果染めてきました。ということでお見せしましょう。じゃーんと言っても見えません。いきますよ、せーの、じゃーん。ということで、今回はブルーとパープルのインナーカラーにしてきました。どうですか？どうですか？どう？こんな感じです。ブルーはですね、カラーバターかなで入れてもらって、紫は前はカラーバターで入れてもらったんだけど、今回は普通のカラー剤でやってもらいました。で、ランダムに入ってる感じです。超可愛くないですか？どうですか？ちょっと待って、今日前髪がすごい浮いてるんだけど。寝てたからか。こんな感じです。いかがでしょうか？アンケート取った2つ入れてみました。行った時は、よし、ブルーにしようと思ってて、どんな色にしたい？って言われた時に、あのブルーでお願いしますって言ったんだけど、なんかね、画像検索して見てたら、ブルーとパープルのなんかミックスのね、インナーカラー入れてる人がたくさんいて、あ、ブルーとパープルのミックスでもいけるんだなと思って、じゃあ欲張っちゃおうと思って2つ入れました。すごくよく染まった。まあ染まったっていうか、あのエクステだからね、普通の白っぽいエクステに多分カラー剤入れたから、こうやってすごい綺麗な色になってるんだろうと思うんだけど、すごい良くなった。で、ベースのカラーはいつもと一緒でグレーっぽいやつにしました。元の髪の毛が赤っぽいからグレーなんだけど、ちょっとグレーっぽく見えない。でも今染めたてはすごいグレーっぽく見える。なんかすっごい満足した。あのね、緑っていうその声がすっごいたくさんあったんで、緑もね、ちょっと悩んでなんだけど、友達にね、相談したの。友達に相談したところ、あの緑別にいいと思うけど、緑の髪の毛に合うような服ゆい持ってんのって言われて、あー持ってないっすねと思って。持ってないんだよ。なんか緑ってさ、なんかなんていうの、緑の髪の毛にある服装ってちょっと今想像がつかないから、持ってないですねとか言っちゃったんだけど、実際私が緑になってみたのことを想像すると、なんかまちゃまちゃみたいな感じ、わかるかな、まちゃまちゃ、まちゃまちゃいてよね、なんだっけ、まちゃまちゃ、まちゃまちゃ知ってる？あ、そう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 、ここだけ緑で、こっちがオレンジっぽい髪の毛の人なんだけど、そこまちゃまちゃになるだろうなって思ってちょっとやめました、すいません。まあ機械があればね、あの緑にもしてみたいなって思うんだけど、ちょっとね、その明日ね、撮影があるから、その撮影の場所に合ったような髪色にもしたかったので、ちょっと緑は今回は封印させていただきました。はい、うわ、よく染まった。青ならさ、なんかパープルとちょっと似てるからさ、服装とかもそんなに選ばないし、ずっとね、結構毛先とかにもね、紫入れてたから、紫に合うような服はたくさん持ってるんで、あの服には困らないかなって思います。なんかちょっとさ、上の方も黒くなったから、すごい今超テンション高いです。髪の毛染めるとめちゃくちゃテンション高くなるよね。でね、今回ね、ちょっと今巻いてるからあれかもしれないんだけど、ちょっとね、いつもよりかも、ね、短くしてもらいました。いつもはね、ここら辺ぐらいかなまでやってたんだけど、今はちょっと短めにしてもらいました。みんなありがとうございました。あのアンケートとか髪色の候補とかね、たくさん本当にありがとうございました。赤とかね、オレンジ、ピンクとかは冬にやりたいなって思ってるので、ちょっと待っててください。という感じ、今日は久しぶりに髪の毛を染めたよっていう動画をね、撮りました。よかったら私のインスタをフォローしてくれると嬉しいんですけれども、インスタにね、美容室の概要とかやってもらってる担当のアンジさんっていう人がいるんだけど、その人のタグ付けとかもしてあるので、よかったら見てみてください。インスタのアカウントはこちらになってます。最近ツイッターよりインスタしかしてないので、インスタのストーリーがすごく大好きなので、たまにね、インスタライブとかもやるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでこんな感じのゆるゆるな動画でした。あー、もう8月もさ、もうそろそろ終盤に差し掛かってきてるから、
からみんな宿題は終わりましたか？宿題は終わった人、はーい。おー、えらい。終わってない人、はーい。ちゃんとやんなきゃダメだよ何様だって話なんですけれども、まあ、宿題は提出できればいいです。提出しないとさすがにダメだけど、まあ、いつやろうがいつやりまいが提出すればいいと思います。こういう大人になっちゃダメだからね。ということで今日は髪の毛を染めたよっていう動画でした。あと次の動画からはね、この髪色でやりたいと思うのでよろしくお願いします。最近リクエストが多いんだけど、ヘアケアの動画と、あの前の動画とかでやってた編み込みのね、二つ縛りのヘアアレンジの動画とかも撮ろうかなって思ってるので、よかったら楽しみにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。